はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ライレンさんで、戦国力士でね、やっていきたいと思います。さあ、まあまあ、もうこのフェーズはね、安定のフェーズなので、普通にやっていきましょう。さあ、これね、伊達さんと結んじゃったのはちょっとミスったかもわかんないね。浅野さん、浅野長重さん。長重にございます。今よりは下妻家のために我が力と。悪くない。うん、悪くないですね。長政の長男。浅野長政さん。浅野長政さん記憶ないんだけど。徳川秀忠に使えと。大阪の陣で功を立てる。後に、陸奥、笠間、5万3000石に数を添付されたと。そうだ、この吉っていう字ね。同じなんだね。吉も吉も一緒な字なんだね。私、吉は下が長い土だと思ってました。で、吉は下が短い。まあ、だから口の上の土がよしと思ってて、口の上のなんの死戦士戦士じゃないね、なんだろう、機関士ってそうだっけ要は土じゃない方の下が短い方ね、は基地だと思ってたんですけど、これ同じ字らしいですね。ただ常用漢字では2種類分かれてるんだけども、どちらがよしでどちらが基地とかではなく、どちらでもよし基地だから、私吉川さん吉川さんは結局、変換すると、パソコンの字では、下が長い方はないそうです。あ、今ごめんなさいね。今ね、ちょっと字を実際打ってみようと思ってね。吉川さん。そうだね。吉川さんも下が短いのが出てきます。だからもう読み方の違いだけでした。私別の字だと思ってたんですけどね。もう、何人間50年ぐらいになって、初めて知った事実かもしれません。はい、じゃあ行きましょう。大前？でも大前って読んじゃうと、今度出家してることになっちゃうのかな？今よりは下妻家のためにと。ルビー振ってほしいなぁ。これなんだろう。なんて読むんだろうね。あ、でもむちゃくちゃいい。黒田家筆頭家老。歳安の子。名は歳明。お、何芸名なのこれ、大前って。時代に逆行した軍拡を行う諸君。忠行と対立と。幕府に忠行謀反を訴え、黒田騒動を起こすが敗訴して流罪となったと。死罪にはならないんだね。はい、ああ、安藤さんごほごほ。木造さん、木造さんごほごほ。和田さんごほごほ。はい、ナボリン全然。ああ、お疲れ様でした。木造さんかな。はい、森山城。はい、笠原さんもお疲れ様でした。何これ、制服事情わかんないね。あ、南部さんも。あれ南部さんはこれ大名だでね。南部家の当主である南部信直。信忠？いや、信直か。で、南部利道が南部信直の後を継ぎと新たに大名となりました。あ、あとすみません。ちょっとコーヒーいただいてますんで、いただきます。いやー、結局コーヒー復活しちゃったね、私ね。国を富ませる、ただね、ファミレス行くともうコーヒー飲まないんですよね。ファミレスは私は最近、ドリンクバーめちゃくちゃ私の中で流行ってるんですけど、もう、ホットラテ。もう、これ一発ですね。ホットラテ、ラテを2杯ぐらい飲んで胸焼け起こして帰るっていうのがパターンになりましたね。はい、いいですよ、と。はい、どうぞ。先月の収支をこれに報告する。はい、はい、と。で、あとは何？あとは家宝は大丈夫だね。で、調略も結局、もうあっちになっちゃうんだよね。最上家。最上家抜いちゃおっか。あ、でも、9しかないのか。まあ、ちょっといっか。じゃあね、すっことないのでね。朝廷まだですね。私やってる最中。なので。じゃあ、府心行ってきますね。はい、じゃあ次は、復診が終わったでしょ。ああ、じゃあまあ次もあれかな。あと何ヶ月持つんでしょうね。あと5ヶ月。ここはあと21ヶ月もあるか。ああ、私、大丈夫かな。これ次の代に譲らないといけないかもわかんないね。まあ次、息子いるんでね。まあ、タマちゃんとかに譲ってもいいんですけどね。
はい、広吉、広吉にございます。広吉でいいのかな。43、50、ああ、よくないね。でも政治が高いから全然 OK です。ヒューガー、なんだこれ、幽閉って言っていいのかな、違うと思うんだけど。関原合戦では知事と共に東軍に属し、高橋元だね、軍や島津軍と戦った。父の死後ヒューガー、これこっちが日やね。これなんて読むんだろう、なんて読むのわかんないね。36,500を継ぐと検知開墾を行ったと。はい、お、八須賀さんところかだね。なんだこれ、シチン。いた、いや、もうわかんない、読めないよ。お、いいいい、豊臣家臣、家政の嫡男、八須賀家政さんっていたの。もう私の中では八須賀のコロクちゃになっちゃうんだけどね。小田原征伐などに従軍と関ヶ原合戦では、東軍に属した、戦後家督を相続、阿波徳島藩の初代藩主となる。お、四国に行ったということか。大阪の陣でも戦功を立てたと。はい、ただまさん、にございますと。この人読みやすいね。あ、でもクリスチャンなんだね。50、43、52、56、ひょっとすると南九州側かな。吉政の四男家督を継ぎ、筑後、柳川二代藩主となると。開拓に勤めキリシタンを保護した。大阪夏の陣で家臣から豊臣側に味方すべきとの意見が出て治参したと。ああ、はいはいはい、はい、太田さんご報ご報。利家さんご報ご報だ。あ、ごめんなさい、ひょっとして秀吉さんもお亡くなりになったのかな。あ、秀吉さん亡くなったね。はい、はい、頭を冷やしてみましょう。いやいや、ようこそようこそ。え、何今度は。あ、槍の又迫と前田利家と。あ、お亡くなりイベントかな。若き日はその槍さばきと歌舞伎ぶりで知られ、織田信長の側近から歴戦の優勝へと成長を遂げ、周囲の畏敬を集めたと。幾多の戦場を駆け抜けたこの豪の者もかな。今は畳の上で最愛の妻松に見とられ、静かな終わりを迎えようとしていた。殿、これを身につけてくださいと。なんだこれは。なんだこれ。なんて読むんだ。読めないや。はい、私が縫いました。若い頃から戦場で多くの人を殺めた殿が、読み人に迷うようなことがないようにと、たくさん人を殺したということだね。いらん、そんな心機臭いものいらぬわと。そんなと。おい、泣くんじゃないと。あ、なあ、待つよと。俺を誰だと思っておるのだと。殿は前田利家様、私の大切なお方でございます。そうだ、俺は槍のまたさ前田利家であるぞ。この名を聞けば地獄の鬼も震え上がるわと。そのような、鎖片びらはちょっと違う字だよね。などいらぬと。それはお前が来て来るがよいと。迷わずわしの元に来られるようになと。なんかちょっと変な感じだけどね。逆に来てるから迷わずその人が分かるという気もせんでもないんだけどね。殿と、どうだ、最後まで格好がついたであろうと。あ、利家様ということで、結局傷にお亡くなりになったということかな。松はあなた様とおられて幸せでございました。すぐに私もおそばに参りますと。それまでしばしのお別れでございます。さようなら、私の兄上様。ああ、なんか年離れてたんだっけ。てか、すごく若くで結婚したんだっけ。この女性の方がね、松さんがね。私の兄上様と言ってますね。利家は武将、政治家、文化人など様々な顔を持ち、多くの場面で活躍した。その活躍は彼の才と人柄によるものではあったが、やはり妻、松の内助の功が非常に大きく、利家も最後まで彼女を愛し続けたと。ということは、この信長に、あれ、利家さんお亡くなりになっちゃったの。報告する。はいはい、ちょっと待って、まだお亡くなりになったって聞いてないんだけどね。ごほごほは聞きましたけど、亡くなったでいいのかな。利家さんどこいたっけね。ここの辺にいたのは間違いないよね。あ、筒以上か、ひょっとすると。もういきなりドンピシャだったのかな。あー、じゃあちょっと移動だけ見ときましょうか。うん、筒以上だね、多分ね。いい人、もう私今のとこめちゃくちゃいい人いるんで。あー、60、70、あ、だったそうだね。だってこんな人いるんだもん。あまりもったいなくてね、どうしていいのか分かんない。人の割り振りが。ね。まあ、この人、城代にしときましょう。はい、それではと。
で、次はじゃあね、家臣だね、家宝。あと5ヶ月。あ、ユシさん、えらい怒ってるわ。この人、茶道具なんだね、きっとね。茶道具だね。茶道具いいのないかい？あ、ないんだね、これが。茶道具じゃあ、4特急。4特急あげましょう。で、あと、田中さん。あー、さっき入ってきた人だね。あなたは武具か。武具名馬。武具名馬か。これあげましょう。7特急。はい。はい、これが世に聞こえし、長島帽子、肩かぶと？なのかな。さあ、で、家宝をあげて、家臣団。あ、大丈夫だね。埋まってんね。いやー、秀夫さんが亡くなったのかな。うん、は、つらいねーと。はい、この人。あー、そっか。まだ9なのか。でも行っちゃうか。カメさん余ってるんだって行っちゃおう。もう。はい。おー、いい能力の人は、北愛はじめさんでいいのかな。はい、じゃあね、外交もそることながら、そことないので、じゃあ、布陣してきましょう。じゃあ、行ってきます。はい、やっていきましょうかと。特に、何もないですね。この、でも、鉄が思ったより増えない。ああ、まあ、他でも使うからね。今、あれですもんね。回収に回らない分は、みんな内製すると思いますんで、新たに能力を習得したがこの程度なのどうでもないと。全然わかりませんけどね、今どうなってんのか。北条さんご褒ご褒、須田さんご褒ご褒、和田さんご褒ご褒、中間さんご褒ご褒、はい、のぼりんへっちゃら、みたいなね。北条さんどうやらお別れのようですと。お疲れ様でした。顔若いのにね。この信長に命を。はい、国を富ませるには先立つものが不可欠と。あ、どうぞと。先月の収支をこれに。さあ、あと3ヶ月ぐらいかな。あと3ヶ月ぐらいですね。ああ、そうだね。さあ、徳川がどう動くか。豊臣もうないもんね。じゃあね、家宝を見て、相変わらず OK で、外交もそうでしょう。配属もそうだし、回収行ってきましょうか。ああ、いや、ちょっと待ってね。これだけ。あ、ちゃんとやってんね。じゃあ、ちょっくら回収行ってきまーす。はい、じゃあやっていきましょう。もう、枯渇することないね、資源がね。ほいと。さあ、平和な時期がね、流れてますけど、三村さん、離職達人ね。ただ、まあ、月またぐともご褒ご褒とかなっちゃう人がね、めちゃくちゃ増えてきてんだよね。ほらね、魚住さんご褒ご褒。ああ、宮部さんもご褒ご褒。足利さんもご保護。まあ、足利さん前からかかってた気がします。和田さんも前からですね。ああ、久保川さんかな。ご保護。この人も前からですね。伊藤さんは初めてかな。大塚さんご保護。結城さんご保護。ああ、津田さんお疲れ様でした。あ、清須ね。和田さんご保護。ああ、この人は上代だったんじゃないかな。久保川さん。大塚さんもお疲れ様でした。あ、中村さんもお疲れ様でした。あ、清須ね、あなた。ああ、宮部さんも亡くなっちゃったか。ああ、やばいな、これ。はい、伊藤さん。お疲れ様でした。でも、まあ、他のところもね、他の大名のところのいい人も亡くなってると思いますんで。はい、インドさんね。先月の収支を。このインドさんもいつまで覚えてんだろうね。まあ、5月になったらまた、太閤利子でやると思いますんでね。5月のいつだろう。後半の方だっけ、出るの。ね。まあ、5月に出るのは間違いないみたいなんですが。じゃあね、まあ、いつもの見るだけなんですが、伝授できるのね。ああ、これね。ああ、これ私もらっちゃおうかしら。ね。はい。これ、陣形だったっけ？違ったかな？配信更新。あ、これ私じゃなくて、あ、これ畠山さんにあげちゃおっか。はい、作詞ね。ああ、明智の秀美ちゃん。あ、でもこっちね、真田の雪村さん。これ、私が死んだときどうなるんだろう。謀反とか起こされるのかな。ちょっと気になりますね。で、密談。あ、密談はもう、なんもないですね、そういうことね。家宝はありましたかね。ないですね。じゃあね、お時間の良くなりましたね。この辺で終わっておきましょう。信長の野望戦国立志伝来連さんでね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。